のよしお。しおそしたよしおくんです。だいぶでかくなった。よしよ。うん、猫は抱くもの。見に来てにゃん。自分が猫だったら、どんなことをしたいか。それぞれ簡単な理由もつけて。<ん>私、猫の仕草で一番好きなのが。 結構飼ってらっしゃる方だと、共感されると思うんですけど。あのうんこ声した後に。うん、あの、自分で猫砂を描く、かいて描けるんですよ。その動きが、ちょっとやると。こんぐらい遅いんですよ。<laughs> う,んうん。うん。う <laughs> んって描けてるとこが、すっごいゆっくりで、かわいいんですけど、やりたいっていうか、まあ、別に。 や,りやってみせたいわけじゃなまあでもやっぱり猫だからゆ許されるってまあだからそういう女性とこう,こう密着するようなこととか、まあ、猫だったら別にね誰とそうなったとしても OK なわけですからねまあそういうことじゃないですか。 あの今回の吉尾はロシアンブルーすごく運動神経がいいなと思ってね、うん、ロシアンブルーになってで本当になんかこう大自然の中を駆け回ってみたいですね<や>なんか無邪気にチータチータでもいいんじゃないのもっといいですねその方が <laughs> 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 ざっくり猫かでねそうですよね, <laughs> ねやっぱりロシアンブルーあの吉尾すごいかっこいい猫ですよねいやもう本当にいでたちが とても美しいんですよ。もう顔もそうだしシルエットも綺麗だし、いやー素敵ですね。うん、よしお。そしてよしおくんです。だいぶでかくなった。よしお。泣いたー。佐藤智里さん。いはい。あまりの可愛さに佐藤智里さんが実は引き取ったんですよね。うん、あ、そうなんです。 実は、あの、映画自体撮影してたのは去年11月頃なんですけど、ね、この猫ちゃんとの出会いがあって、ね、あの、ぜひ、うちにということで譲り受けました。はい。で、今では、あの、犬と猫と楽しく過ごしております。<laughs>